皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、人がやらない面倒くさいことをやるだけで、集客は格段に楽になるというお話をしたいと思います。人がやらない面倒くさいことっていうのもですね、ちょっと語弊があってですね、誤解をされては困るんですが、無駄に親切に、とにかく生徒さんの言うことを聞いて下僕のように働けとか、そういう意味ではありません。要は、視点を変えるということが、テーマになるんですけれども、いろいろと、特に教室業とかはですね、いろんな方いますし、すごく教室とか作ってきていますので、その中で選ばれる教室になるっていうことを考えた時にですね、独自のコンセプトっていうことでよく言っているんですが、どこにでももしある教室だったとしたら、そこに行く必要がないということになりますよね。だってどこでもいいからということになります。で、弱者の戦略と強者の戦略っていうのは違っていて、強者は資金も潤沢にありますし、全国展開とか簡単にできますし、宣伝能力とかもありますので、年齢層も問わずですね、幅広く受け入れて全国確実なサービスを提供することの方が、むしろ売り上げが上がる内容になっているので、例えば大手で言うとね、ABC さんと ABC クッキングスタジオとか、ベターホームさんとかね、いろいろあるじゃないですか。お料理教室系とか、そういう協会っぽいような、その大きな会社で全国展開してるチェーンみたいなとこですね。で、そういうところは、そういうやり方で大丈夫なんで、確実的なサービスを提供するって、これが使命になります。だから異常にここの店舗の、若干ありますよ、教える人によって違いっていうのは。ここの店舗のこれがよくて、なんかカリキュラムにないやつを教えてくれたとか、それダメじゃないですか、会社なんだから。なので、ここは画一的なサービスをきちんと提供するっていう、ここがやはりポイントになってくるっていうのが一番大きなところになるんですね。で、逆にその弱者、いわゆる個人事業の教室の先生っていうのは、選んでもらわなくてはいけないので、そんなに、何百人もたくさんの人数を経営上必要とするわけではないので、選ばれる理由っていうのがありますよね。それがコンセプトっていうものになっていくんですけれども、その時にですね、同業他社がやってるレベルと同じことでは、当然人は振り向かないということになりますので、視点がですね、やはり人がやらない面倒くさいことをどれだけできるかっていうのが一つ大きなポイントになってくるんですね。例えば例を挙げると、私の、パンの教室だった時の7つの、天然酵母を楽しむクラスっていうのがありましてですね、これは人気講座だったんですけれども、なぜそうなのかっていうと、まず1箇所で7個の酵母を1人の先生から習えるっていう、習う側の方のですね、あちこちに行かなくていいっていう不便さを解消したっていうのが1点ありますよね。それと、あとはそうですね、酵母のバリエーションでレシピ変換をしながら、自分の好きな酵母を、お試し的に探すことができる。通常、例えば白神小玉の教室とか星野の教室って行くと、その酵母が好きかどうかわからないけど、例えばずっと通うような、その一つのものだったらになってしまうと、やっぱりリスクが大きいなって思うタイプの人は、とりあえずどれかわかんない、バラエティで習っておこうみたいな、そこのメリットが多いので、通ってくださってたっていうクラスがあったんですけど、これ開催する私の方の側とするとですね、工房を7個管理しなくてはいけないんですよ。で、パンの工房ですね、乾燥工房はまだしもですね、アコ工房とか星野工房とかはですね、起こして液種、元種を作って、それに対してパンを仕掛けていくっていう、しかも前後ね、前日の夜こねて当日を迎えるみたいな、そういう工程が必要になってくるので、
まあ、それを7個管理するっていうのはやっぱり楽ではないんですよね。冷蔵庫なんか酵母だらけでしたからねその酵母もあったし、自家製酵母は私レッスンには、入れなかったですけども、まあ、当然それを語れる方がいいだろうと思って、自家製酵母フルーツ系とかですね、いちごとか、まあ、レーズン的なものとか、リンゴもやったかな、なんかそんなのやったりとか、あとちょっと変わり種でラッケンジ酵母っていうなんかまた不思議な酵母とかもやったりとかですね、まあこね方とかで中種法とか元種法とか、まあいろいろなやつとかもやったりとかしてですね、まあそれは実験用なんでいいんですけど、実験なんですよ。だから我が家の冷蔵庫はほとんどパンの道具に占領されてた感じですね、はい、冷凍庫とかも冷凍パンいっぱいだったし、はい、なのでまあ目の前にイオンがあるので我が家の大型冷蔵庫って言ってるんで、そこは食事はまあそこで買ってきて作ってっていう形で住んでたので良かったんですけれども、要は他の先生がおそらく面倒だと思うこと、レシピの考え方も違うし、こね方とかも全部違ってくるので作る側としては面倒な方になります。だけれどもそれを喜びとして感じてくれる人がいるから、飛行機でも新幹線でも乗って人が来てくれるっていう状況を作ることができていたんですね。だからこれも人がやらない面倒くさいことをやるっていうことで、集客は楽にはなっていってる。でも面倒は面倒なんですよ。でそれと同時に、例えば集客の手法においてもですね、人がやらないことっていう部分を目立つような状態で分かってもらいやすいっていうことをするために、私が当時着手したのは YouTube ですね。やはりブログは皆さんね集客に使ってたんですよ。で YouTube は当時ほとんど使ってる人が少なくて、その中でやはり大量投稿ですね、何千本とかってアップしていくと、何かパンのキーワードとかで探すと私の動画が出てくるっていう状況になりますと、まだライバルというかやってる人が少ない時代、まあ今でも少ないんですけどね、動画はその少ないっていう状況を考えるとですね、全然目立つような状況を作るのはそんなに難しくなかったんですね。だけれども動画は面倒くさい、自撮りとか嫌だ、顔出すのは嫌だ、それを YouTube にアップしてとかっていうのも面倒だっていう人はずっとトライしないので、その方がトライしない限りはですね、私はずっと撮り続けて、それでまあ、見つけやすい状態を作っていくの、これもやはり集客が楽になっていく状況とかになったりしますよね。あとはアナログの方で言うと、人がやらない面倒くさいことっていうことが、今ネットがすごく当たり前ですし、特に LINE とかなんかはもう本当に気軽に、前置きの文章もなく、これってどうですかって言ったら、これはっていう、この個人パーソナルがすごく強いのと、まあ返信が簡単にできてしまうっていうところで、距離は近いんですけれどもね、まあメールでいう形式的な、お疲れ様でございます、なんとかかんとかっていう、その、ま、全部もいらないじゃないですか。だからライトなつながりっていうところでは非常にいいものだったりするんですけれども、まあ、反面世の中が全てデジタル化してきているので、逆に手書きのはがきとか、あとは定期的に発行される家に郵送物として届くニュースレターとかですね、まあ、そういうものが逆に見直されてきているんですよね。で私ニュースレターは実は去年から始めて、今度作って5号目になるんですけれども、いや結構これね大変なんですよ。で知ってたんです、大変っていうことは知ってたんですけれども、やはりお客様ときちんとつながっていくっていうことで、ニュースレッターをやって潰れた会社はないという話を聞きまして、別に潰れることを恐れてるわけじゃないんですよ、まあ、それぐらい要はお客様のことを思いながらきちんと出していく。コストもね結構かかります、郵送ですし、印刷代のコストとかもかかりますしね、版下作るのも そういうのやってくださる業者さんにお願いして、しかも自分で宅急便のメール便かなんかのシールを300通ぐらいこう手で貼っていく、それだけで時間2時間ぐらい取られますからね貼るだけですよシール、まあこれは人に頼めばいいんでしょうけれども、まあ、そういうアナログなこととか、あとはもう本当に手はがきです。
私もお礼とか出す時とかに、いっぱいこう絵描いて文字書くのが大変だったんで、笑い文字というものをマスターし、笑い文字と一緒にこう文章を手紙添えて書くとかですね、そういうアナログなことも人がやはり今の時代はやらない面倒くさいことをやるっていうことになると、やはりそういうものを受け取って感謝、感動してくれる人はしてくれますので、別にポイント稼ぎとかっていう意味ではなくてですね、単純にもうその方のためをもって何ができるのかっていう、動画でお礼を伝えるとかもありますし、動画でノウハウを伝えるとか、まあ動画は本当に私駆使してるんですけれども、いろんな使い方をすることによって、まあお客様を喜んでいただくっていうことですね。あと、どのつまりその集客っていうのは何が転換して集客が勝手にできるようになるかっていうと、信頼関係の構築が上手にできてるかできてないかっていうところが一番大きなところで、人がやらないことを率先してやる、ないしは面倒だなって言ってやらないことを一歩進んでやるっていうのは、やはりその自分の未来のお客様になろうとしている人にとってはとても大きなインパクトになると思うんですよね。だからそれこそツイッター炎上とかね、ああいうアホのことをやれって言ってるのではなくですね、目立つことをただやれって言ってるんではなく、人が望んでいるものでこうしてあげたら嬉しいだろうなっていう、そのちょっとした一歩ですね、一歩先に行けるかどうかっていうのを一つですねやって差し上げるといいのかなっていうふうに思っているんですよね。だから一歩その先へっていうことを、まあ、考えた時に、人がやってることは当然そんなに感動もされないし感謝もされないんですね。やらないことをやるから人っていうのは感謝もするし感動もするっていう、そのギャップで心が動くということになるので。誤解してもらっては困るのは、点数稼ぎのために人がやらないことをやれって言ってるのではないんですね。求められているものがあるのに、それが他の人がやっていないからやってあげるときっと喜ばれるよねっていう、それを面倒くさいことっていうふうに言ってます。はい。だからこれは大変とか思うことの方が、むしろビジネスとしてはそこに、問題解決をしてあげる仕組みを整えてあげるというだけでですね、おそらくまあお金、感謝のお金が発生したりとかするっていうことがありますね。余談なんですけどね、誰の子供だったかちょっとよく忘れたんですけど、そういうやっぱコンサルタントとか実業家かなんかのお父さんで、子供にですね、雪の日かな、かなんかでいくら渡したんだろう、確か2000円かそれぐらいを渡して、このお金を元手に何か商売というか稼げることができるかどうかやってみてごらんみたいな感じで やった時に、やっぱその親にしてその子なんでしょうけれどもね、商魂たくましいというか、そのお金で、その日は雪の日だったのでですね、スコップを買ってきて、そういうちょっとお年寄りとかですね、まあ体がちょっと辛い弱者の人、近所の人とかに声かけて、おばちゃん雪かきするよみたいな感じで、それでお駄賃500円とかもらうみたいな、そういうのをやって、結局1万いくらにしたのかな、確か。2000円のお金を1万円にした子供の話聞いた時に、いや、やっぱりこれはそのビジネスの本質をこの子は分かってる子だよねって思いながら、そのエピソードを聞いてました。困りごとで、その局所的な状況だから雪の日という、そしてその需要があるから2000円を、スコップに変えてるわけですよね。だからそのね、考え方がね、すごいなと思って、話を聞いて詳細がありますよね。なので、教室業の先生とかもですね、教室はものすごく多いんですよ。で、基本普通にただ何か教えるっていうだけではもう皆さんがね飽きてしまっているので、頭打ちですね。であれば、感動するサービスは何なんだろうかっていうところの答えは、大概他の人がやってない面倒くさいところに大体答えはあったりするので、それをどれだけ効率よく自分が行うことによって、そのお客さんに喜んで買ってもらう、ないしはサービスを提供することができるのかっていうのを考えるっていうのは、まあ非常に
大事なことになってきます。はい、ですので、今日のまとめは、集客を楽にする、一つの方法は人がやらない面倒くさいことをやるということで、ビジネスの、商機が見つかるという感じで考えていただければいいかなと思いまして、お話をまとめてみました。それでは。